こんばんは、こんにちは、おはようございます。はい、今日はね、先ほど映像にもあったように、もう寒いのでね、キノコ汁たくさん作りました。それをね、食べていこうと思います。はい、では一緒に食べていきましょう。レッツゴー。では今日の許可食、ほら、キノコ汁です。わーい、ネギも入ってる。ネギ大好きなんだよね。はい、いただきます。入ってるのはね、舞茸、しめじ、えのき、エリンギも入ってる。えのき大好き。おいしい。スープもね、すごいちょうどいい。あったまる。本当にね、今日寒くてね、もう凍え死ぬかと思った。おいしい。キノコはね、安心してたっぷり食べられるよね。こんにゃくもね、全然悪くないんだよ。私この前こんにゃくを食べたら太ったって言ってたけど、全然体に悪い食べ物じゃないから、みんなどんどん食べてね。私は多分すぐ消化できなかったからかな、ちょっと太ってしまったんだけど、体重が増えた感じだね。でもこれからも怖がらずに、適量のこんにゃくを食べたいと思います。私舞茸が一番好き。コリコリしてて美味しい。ちょっとね、ネギはね、粗めに切って少し火を通したぐらいですね。なんて美味しいんだ。すごく美味しいから、みんな作ってみて。キノコ料理って簡単だよね。だってキノコ洗わなくていいんだもん。楽。冷凍もできるしね。万能だと思う。本当はね、バターソテーでもしようかなって思ったんだけど、バターのね、カロリーが怖くてこれになった。おかわりしたいぐらいなんだけど。美味しかった。ダメだ、おかわりする。待ってて。はい、お待たせです。おかわり。みんなリュウジさんのチャンネルって知ってる？レシピ動画なんだけど、リュウジお兄さんっていう人がいて、で簡単なレシピをいっぱい紹介してくれるのね。でそのお兄さんが紹介していたキノコ汁をちょっとアレンジしました。美味しかったです。たくさん食べた。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、では今日の飲み物、健康的にいろはす。はい、乾杯。お疲れ様です。すっきり。はい、今日のお話はね、私昨日一日ね、チートデイにしたんですよ。私48キロスタートで46キロまで減ったのね。ゆっくりゆっくり減らすペースで、本当にゆっくりやれていってるんだけど、もう履いてないからね、過食してないし、過食嘔吐してないから、もうね、イライラがたまるんですよ。私過食嘔吐はストレス発散みたいなものがあって、それをしてないからストレスがたまる。どん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 イライラしちゃう。
でそれでね、子供たちにもちょっときつく当たったりとかして、あ、これもうダメだなって思ったので、昨日思い切って、今日は何でも食べていい日ってもう本当に決めて食べまくったんです。もう許可食も食べれば、もう本当拒否食。もうドーナツとかも食べたし、クッキーも食べた。パンも食べたしね、私炭水化物が大好きで、小麦粉が大好きなんだよね、特に。あ、で焼きおにぎりとかも食べたね、冷凍のね。でおでんとかも食べたし、1日にね多分3000、4000キロカロリーぐらい取ってると思う。ドーナツすごい美味しかった、生ドーナツ。ねえ、おせんべいとかも食べたしね、ほんと食べまくったので、そしたらね、46キロだった体重が1日で49キロになっちゃって、パニックですよ。もう自分でね、チートデイにしようって決めて食べたのに、もう実際数字でね見てみるとものすごいことになってたので、これやってよかったのかなって、かなり不安になりましたね。ほんと、もう胃袋がねでっかいからね、私もうすでにどれだけでも食べられるんだよね。でかなりカロリーを取ってしまって、で今日からは節制しようって決めて、1食目がカフェラテ、ちょっと汚いねここ、ごめんね、カフェラテで、2食目がキノコ汁でしたね。たくさん食べちゃったけどね、お腹いっぱいになったから、夜はねそんな食べないと思う、大丈夫だと思う。そのね、4000キロカロリー取っちゃったの良かったのかな、チートデイって挟んでいいのかな、心配、元に戻るのかな。ちょっとね、今日、明日、明後日ぐらい、ちょっと食生活にちょっと気をつけて、今まで以上に、ちょっと様子を見たいと思います。摂食障害、過食症の人は、チートデイなんて取っちゃダメなのかな。たくさん食べすぎるから。でもね、すっきりした。イライラは止まった。本当にすっきりした。よかったのかな、やって。周りのみんなのためにも。イライラしてるお母さんって嫌だもんね。はい、では今日はそういったお話でした。チートデイしちゃったよって。では引き続きダイエット頑張っていこうと思います。はい、ではまたね、バイバイ。チャンネル登録とコメント高評価もぜひよろしくお願いします。はい、またね、バイバイ。バルタン星人チェキン、バイバイ。